様、なんで私たちが戦わなきゃいけないの？世の乱れはやがて我らの地まで及ぶ。皆が安心して暮らすには乱れの根本を正さねばならぬ。それだけじゃねえ。官軍に協力すれば朝廷に認めてもらえる。そんで天下に俺たちの名を知らしめるだろ、親父。これは名誉などいらんよ、サク。かかる火の粉を払う、それだけだ。まずは一掃できたな。官軍と合流する。駐屯地へ向かうぞ。五冠末期、誰もが乱の兆しを感じていた。朝廷の腐敗により政治は乱れ、災害異変により人心は揺れた。先の見えない世に民は苦しみ疲弊していた。そんな中、太平堂の教祖張鶴が民の不安を煽り挙兵。後に言う黄巾の乱を起こす。蒼天を覆い尽くさんとする黄天の雲。危機を感じた朝廷は各地で義勇兵を募った。ここに乱を憂い立った男がいる。黄騰の虎、孫権。彼は家族を引き連れ自ら戦火に飛び込んだ。この乱の果てに平穏な日々が訪れることを願って。
面倒なことにならればよいのだが。父様？すまん、気にするな。そろそろ行くぞ、将校。敵の大将、城郭ってやつを倒せばいいんだな。俺たちの力、もっと見せつけてやろうぜ。この怒りは、当ててみろ。
南に崖があったはずだ。あそこから敵をぶっ飛ばそうぜ。ではないぞ。我を倒して何をなさんとす。お前たちが世を乱したから倒した、それだけのことだ。た
ただ欲するところをなす。その佐賀までも虎というわけか。だが我を倒したその牙を時代が放っておけるぞ。父上、いかがされました？いや、何でもない。さあ、帰ろう。